未来を担う世代へ向けたラジオの中の公開講義、未来授業。今日の講師は作家瀬戸内寂聴さん。未来授業。この番組は暮らしをもっと楽しく快適に、川口技研がお送りします。2021年11月、作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが亡くなりました。99歳でした。今週は寂聴さんが生前ジャパン FM ネットワークのラジオ番組で語ったお話を再構成してお届けします。数々の文学賞に輝き、2006年には文化勲章も授与された寂聴さんですが、その人生は葛藤の連続でした。1963年に発表した夏の終わりは、自らの男性経験を下敷きにした私小説。妻子ある年上の作家と年下の恋人との三角関係を赤裸々に綴っています。二人の男にはそれぞれ実在のモデルがいます。年上の作家のモデルは小田仁次郎。寂聴さんは小田と同人誌を介して知り合い、やがて恋人関係になります。未来授業1時間目、テーマは小説夏の終わり。もう60年以上ね、小説を書いてきて、その書いたものの中でね、たった一つ選べって言ったら、どれ選ぶかって言われると、やっぱり夏の終わりなのね。だからそれは稚拙、下手くそなところもありますよ、その最初の ものですから。でもやっぱり私、小説っていうのは私はあんまり好きじゃないんですけどね。もうその頃はもう干されてたからこれで勝負しようと思ってやったもんですから、だから自分のこと書いたんですけど、50年経ってね、今読んで古くないっていうことが、それだけが良かったと思います。素敵っていうんじゃないの、要するにダメなとことか貧乏くさいところとか何かね、そういうところが良かったな。小田仁次郎さんっていうのは、お写真拝見したらものすごいハンサムな方なんですね。ハンサムでしたね。惚れたからハンサムっていうんじゃなくてねお嬢さんもね、一人娘がいるんですけどね、彼女もその、ね、お父さんのことをね、ジェームス・ディーンみたいだって言ってましたよいやちょっとその頃はね、ちょっとそういう感じでしたね。でも亡くなる頃はもうほとんど会ってませんけどね、やっぱりもうとても老けてたって笑ってましたけど、お嬢さんが。だからそういうの見ないでよかったの。芥川賞とか直木賞の候補にもなった。そう、3度ぐらいになってんじゃないかな、候補には。でもそのね、候補になった小説よりも、やっぱり触手っていう小説があるんですね。もうそれ一冊でも小田仁次郎は日本の文学史に残ると思います。シュールレアの小説で、だから今またそんなのが流行ってきましたけどね、あの頃にそれをやったってことはやっぱりすごいことだと思いますね。彼に会わなかったら、今の私、小説家の私はなかったと思います。やっぱり非常にたくさん影響を受けて教えてもらって、小説が全然似てませんけどね、だけどなんていうかしら、小説の質の高さね、そっか、人間の質の高さとか低さとかね、そういうものを教わりましたね。でもまたね、別れないでね、デレデレとあの状態が今も続いてたらね、もう今の私はない。だからやっぱり、別れる、会う時に会って別れる時にうまく別れたから、まあ、よかったんじゃないですか。でも、小田さん自身はね、もう亡くなる時に、家族が知らないうちに全部焼いてしまってね、もう何もかも焼いてしまってね、何にもなかったんですって。だから自分の、一生は、もう、小説家としての一生はもう抹殺したかったんでしょうね。それでもう何にもなかったって。原稿、本もね、本も雑誌も、それから、原稿の書いてもなんかもう見て焼いてたって。家族知らなかったんですって。
ただ本になってるものを私は持ってますからね、まあそれはありますけど、それで今でもね、職種を読んでね、それではやっぱり文学やりたくなったなんてね、若い人がね時々出るんですよ。またやっぱりもうそれは すごくね嬉しいですね。井筒俊彦さんっていうアラビアのことやってる学者がいるでしょ、偉い方いるでしょ。井筒さんがね、近所におりましてね、それで、奥さんを、小田神社に預けて、それで、小説を、やっぱり、私たちと一緒に書いたんですよ。井筒真帆さんという名前でした。その、井筒俊彦さんというのは非常に変わった人で、人に会わないんですけどね、小田さんと私だけはね、うちに入れたんですよね。それでね、それで職種をね、もう読んでくれて、で、学者ですからね、もう言語学者だから、もうあらゆる国の、その言語を研究してるから。で、その言語学的に見てね、もうこれはすごい小説だってね、褒めてくれた。それで、私の家臣もね、人はすごく悪口言ったけどね、とってもいい小説だってね、褒めてくれました。もう亡くなりましたけどね。未来授業、今週の講師は作家瀬戸内寂聴さん。今日のテーマは小説夏の終わりでした。明日も瀬戸内寂聴さんの授業です。